こんにちは、沼です。パワープルアプリやっていきます。今回も、天才センスですね、いきたいと思います。ということで、センスがつくまで、また厳選しました。で、今回は、野手編ですね、やっていきたいと思います。で、イベントデッキがこんな感じです。大谷、サイガ、千賀くん、雷、ノーミ、そして、リアちゃんと。これで、いきたいと思います。結構立ち回りが特殊になるかもしれないですね。技術と精神かなり集めないとダメなので、まあなかなか難しい感じにはなるかもしれません。お願いします。うわー、ここは欲しかったな、コツが。連打とかは欲しかったな。ダンジョンまあいいでしょう。しっかり形にしたいっすね。金得意1個入れたいな、なんとか。頑張って。お、パワーヒコツ。打撃を中心に、そしてリアを中心に行きたい。で、あとはコツ集めをね、しっかりとね、序盤はしていければいいなという感じですね。あとあとの方は、金得を追いかけることになるので、なかなか難しいですからね。おう、ありがたい。技術いるからね。ただまあ序盤の楽譜としては何とも言えない感じはあります。あとはリアだね。おお、素晴らしい。うん、いいですね。あとイベ完走するかな。そしてちょっとその辺は不安だったりはする。おお、いいですね。固め打ち直ドルブ、直ドロッカー、固め打ち直ドリします。早めに欲しいですからね、パーキー合格は。よし、ナイス。合格。まあまあじゃないかな。ちょっとどうかわかんないけど。まあまあっぽいけど。この楽譜、1ミリも進まねえ、ただ。おお。いいですね、サイガ。これは攻めましょう。22ですからね。うい。で、問う。パーしてください。まずは最後の点。よし。脳みまちだと。どうしよっかな。最大値なんだよな。掃除にしましょう、やっぱ。うわー、これ生きて36か。ちょっと無理っすね。さすがに前部は2にしてあるんで行くでしょう。で、飲みがいいところでくれましたね。もうリア行ったよね。うん、行った行った。肩、60点。まあ、こっちの方がでかいっすね。金銀もらいましょうか。監督評価と経験点が体力消費か抑えられるのも大きいですね。固め打ちいけたな、割と。春英を置いときたい、正直。肩と筋力。あー、どうしよっかな。クリアできるんだった
ったら的な感じはあるけど、雷が全く行ってない。クリアできるんなら。お、慣れてないぞ。違くん、あ、やべ、シリが。でですね、結構精神シビアかもな。下ダメなんじゃ。よし、おわ、のみ。これはちょっとだいぶ怪しいですね。精神切ります。お、ありがたい。当然上で攻めましょう。これは強い強い。違う、ハント強化もうまくいってますね。うわー、くれってマジでコツを。結構タイエース連打どっちも欲しいやつですからね、逆境もね。ほうほう、点数は出てる。リア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 、うわー、固定入れだったからの、いいよ。うん、しっかりこなせてる、ね、守備打撃。おー、ちょっと迷いますね。どっちがいいんだろう。精神入ればっちりするか。ちょ、やばいぞ、リア。もうでもイベントないから多分大丈夫だと思うけどな。血が強い。うん、多分これタックいっていいっすね。で、家はきっと来るでしょ。メカニクス。え、精神も光るでしょ、そろそろ。おわ、打撃。これはまあ勝負しましょう。おわ、怪我。まあまあしゃあない。おわ、ミート5。でか、これは。凄まじいでかい。ほい、うーわ、怪我連続なんだけど。ちょ、リアマジどこいんの。やばいぞこれ。うわぁ、これ楽譜もクリアできないし、ダブルタックこれだし。ひでえ。リア間に合わないかもしれない。という凄まじい展開なんだ。うん、雷行きましょう。やった。うん、ラブパワー。うわ、ラブパワーか。ちょっとタイミング悪いな。いや、間に合った、一応。いや、ちょっとミート5がでかいっすね。経験点的に。だって、9、1、9、5じゃない175か。おお、強いね、このダブル。思わず踏んじゃったけど、ダンジョン踏んでもよかったね。まあいいか、ダンジョンは最後で使うか。
デート連発するときに使いましょう。まあエビはほぼ終わった。これクリアする意味ある？この額もうヒートアップとか行きたいよね。紫緑赤、これを待ちながら、もうないね。もうダンジョンデートぶっぱしましょうか。いや、いいか。初撃。じゃ普通にデートしよう。ああ、招きながら使ってもよかったかな。ちょっと難しいな。やっぱ最後の方で、デートで使いたいんで。連打ください頼むから。よし、うわー今日ちょっともう行こうかな。ダンジョン行ってもいいかな。イベントが起きませんが、まあまあ。お、ラッキー。ノーミーとか強い。デートしよう。まあイベント大きいでしょ普通に。うん、この辺で稼いでいかないとね。と雷919もあるんだけど技術。こいつ乗るの。うん、ポイントボーナスはまあまあか。雷チャンス狙いにするのか。わかった。司令塔か、でもこれ。うん、まあ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 。3000点ぐらいでしょイメージ。ノーミ、これ生きてえな。全部いるからな。阿部ひ、うわーそれ一番いらんわ。げまずい。そっちはまあ守備ないですからね。全然上げてないですから。うん、大谷行きますか。走塁抑えるか。初球とかが欲しいな。そろそろちょっと金徳の楽譜を踏んでいかないと厳しいかもしれないですね。そろそろ終わりかな。そしてお、あと2ターン。精神雷か、踏んでもいいな。で、あと脳みだけかな。うんですね。
よし来い、チャンス。うわー、キャッチャーのみ。これはデートにしましょうか。ちょっと難しい感じになってきてますね。ヒートアップいかないとマジで怪我しにくさとかも行きたいけど。紫紫緑赤お、いける。しゃ、結構紫多めだな。きついかも。まあ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 、ライダーあったよね、これ。一番下、はい。ほう。まあ、これここっすね。いやー。まあ、精神うまいけども。のみ。わあ、のみいるけども。ほい。ちょっと体力回復しないと、そろそろ、マジ、無理だ。お、いいですね。悪くない。いけるかもな。信じて見る。クリアしろ。おお、いいっすね。これいけるな。しゃ、ナイス。体力も全開ですね。よし。少し失敗か。お、これいけますね、多分。4人すごいね。よし、行ったぞ。あー、カッターでいいかな。印象取るかな。印象というか、まあ体力ですね。よし、ナイス。ヒートアップ。ここで大丈夫来るか。マジか。パワーアップするか。これはするしかないだろう。さあ、パワーアップしたいです。これはね、もう終わってもね、皆さん楽しめるかなと思うので、そっちに行きたいと思います。お願いします。あの、なんだか声の調子が怖いんですけど。こんな大丈夫来る？ビリビリビリ。あげー！ビリ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 。だね。科学の進歩に犠牲はつきものです。うわー！うまくいってたのにな。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また、ツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。